こんばんは。前回の続きやっていきます。前回は最初のミッション、一番最初ゲーム始めて受けて、7日のミッション受けたんだと思う、クエストね、受けたんだと思うんですけど、実際は多分リアルタイムの時間で30分とか、早い人だったら多分30分1時間ぐらいで終わるような内容だったと思います。ただ自分はちょっと時間かかってるのと、もう実際ね、実は動画の後に全部クリアして、本当はもうそのまま宇宙ステーションに戻ってもいいんですけど、いろいろなんかサイト見ると、こう練習7日っていうのはリアルの時間ね、このリアルタイムの7日のあるんですけど、その間にこのゲームの、このイカロスのゲーム内、惑星の、まあ自分のこうコントローラーの操作の仕方とか、あと、これを必要なものはどういうのっていうの大体分かってくるんで、まあ水ですね。食料。それと、まあ火が必要ですよね。それとあと酸素。食べ物と水と酸素。動画ちょっと撮ってないんですけど、酸欠でね、死んじゃったんですよ。この宇宙服着てるんだけど。で、酸素は、後で分かったんですけど、石があって、なんかね、青い石があるんですよ。ちょっと白と青が混ざってる。それがなんか酸素らしくて、で、それもなんかね、取らなくちゃいけないみたい。それは、ツルハシを作って、取って酸素みたいなんですよね。これね。ずっとやってない。前回動画、残り時間、あともう、3日と22時間ぐらいになってる。確かゲーム始めた時はまだ6日と20何時間あったと思うんですけど、ちょっとね、2日ぐらいログインしてないんですよね。年末年始ちょっとできなくて、画面右の残り時間、これで一応終わったらいいんですけど、ミッションは実はね、終わってるんですけど、ちょっとね、気になることがあるんで、さっき言った、ツルハシとか作ってないし、実は酸素の青い石とかもね、採取してないんですよ。で、そこら辺ちょっとやりたいんで、もう一応終わってますね。画面左に森林エリアってちょっとね、ここに偵察ってあるんですけど、画面ちょっと左の方にね、上陸拠点。これもう終わってるんですよね。ミッションコンプリートになってるでしょ。で、味方ね、キャラクターの味方変えれるみたい、視点を。自分はね、こっちの方が見やすいかも。これと、こっちと、自分はこっちの方がいいかもしれない。こうやってね。どっちだったっけ？これか。マグラスとかある。うん。あ、そうそう、ちょっとツルハシ作ろうかな。とりあえず。ツルハシを作って、これか。あ、石が足りない。ツルハシ作るでしょ。で、あと食べ物食べないと、この画面の左下の方にこの水のマークと食料とこれ空気なんですね、O2。これ多分、食べないとまずいわ。全部切って、で、水もね、これ空気だったでしょ。水、安定してる。出るよね。OK。わかんなかったんですよ。でもちょっとね、青っぽい石があるんですよね。ちょっとどこにあるかな。これかな？これ。これが、その空気なんですよ。これ取っとかないといけない。酸欠でね、死んじゃう。それと、レベル、画面の左上に今レベル1ですけど、なんか10ぐらいにすると、なんかね、いろいろ作れるらしいんで、10にした方がいいよとは書いてましたね。すごくしたといけるらしい。ちょっと試したいことがあったんだね、ツルハシ。ことはね、石も壊せるんじゃないかなと思うんで、他のね、雨とか降るんですよ、やっぱり。その時に、使えないかなと思って洞窟みたいにして。これいけんかないけそう。ほら。ってことは、どっかに、あそことかいいくない？この先の。作っとけば、台にして、例えばこの水辺でしょ？下に、作れるんですよ。製造で、ほら、これが、木の山だったかな？石の山とか作れるの。木の山どこにあっちゃったっけ？俺どっかに設置したんですけど、これね、早くて時間の経過があっという間に夜になっちゃうんで、この時間の流れはね、リアルタイムじゃなくて、なんかゲーム内時間って早いんですよ、夜になるのが。ちょっとね、どこだったっけな。地図。どっかに置いてるはずなんですよ。これかな？今時間がどれか、こっち向きにしてる。これなんだろう？これが、あ、宇宙船だな。これ宇宙船のマークで、これがちょっとよくわからん。で、こういうの右かな？じゃあ。こっちの右側の方に行くと、宇宙船。それに乗って帰るんですよね。あと、ステルスがこうだったっけな。そうすると今、ステルス状態。ほら、画面のちょっと真ん中、相手に見つかりにくい。空気がとりあえず食べ物とか、あとね、水もね、当たりますね。わかんなくて、勝手に飲んでると、病気になっちゃう。お腹壊しちゃう。まあ、そらそうでしょうね。だって、でも、消毒のしようがないしね。あ、こことかいいかもしんないね。こういうところ。これ何作るんだろう、こういうの。あれ、つるはしちゃダメ？なるほど。トーチや火薬か。ああ、ようだからね。なるほどな。で、敵はね、自然ですね、このゲーム。主に、狼とかだけど、だからね、本当はね、高台に、建物を本当は作りたいんだけど、今作れないんで、こういうのいいじゃないですかね。だからここに、まず、土台を置いて、土台とか、宇宙船までまず戻った方がいいね。なので、左か。左。そのこの宇宙船があるのかな。ちょっと2本あるんですね。これに乗って帰ってもいいんだけど、まだね、画面上、あと3日と20時間ぐらいあるんで、確かここの上になんかね、設置したんですよ。木の山っていうの。回収して、夜ね、わかんなくて暗かったんで、ここに置いたと思うんだけどな。これじゃない？違うね。あれ？行きたいよ。おいおいおい！マジ？なんで俺に攻めてくんの？怖いわ。どっか置いたんだよな。真っ黒。画面左だね。左か。こっちの方。なんか置いたんだよな。暗くてわかんないんだけど。最初のシャープ1の動画の最後ね、設置はしたんです。それは多分ベッドの代わりだったと思うんだよね、あれが。もうちょっとか。こっち？何とこに置いたんだ、これ。ほんと？もう水もないな、食料に。何とこ？設置したの違うなんだろうかね。あ、なんかある、あそこ。あれはあれかな？自分が死んだところの回収できるってことかな？あいつかな？あ、復活回収にしよう。食料不足になった。やばい。なんか食べないと。これ食べれるやつかな。温める飲み物になった。これは食べ物っぽいな。それと、空気。あ、やりすぎた。なんかすぐ、水が足りない。うわ、飲みたくない。お腹壊すんじゃないかい、ここ。いけるのかしら。お腹はいい。ただ食事が、それとになんかマークついてるから、あ、よかったよかった。建物、軽い建物ぐらい作りた、あ、レベルアップした。画面左上、レベル2。レベル10になると、なんかいろんなものを作れるらしいですよ。なんか空気の装置みたいなのも作れるみたいなの書いてあったから、ここじゃなくって、それでもう全部取っていきながら、あっこの岩山とかいいよね。イベントリーがいっぱいって出てますね。これ拡張できないのかね、イベントリーの。どうやってするのかがわからない。100キロまでかな？とりあえずなんか作ろうか、じゃあ。タレントでイベントリーのやつ増やせるんじゃない？イベントリーの負荷力を上げるって書いてある。これなんかね、レベルって上限値が今60までで、このタレントって振れるらしいんですけど、これね、振ったらなんかね、後戻りができないみたいなんで、ただイベントリーの枠はしときたいよね。ちょっと広がったんじゃない？今ので。それと製造か。作っとくかな？何か。作れるやつ、とりあえず、チェック入れて、これなん、消火装置。石のナイフ。これ作れるやつ、どんどん。矢がね、前回作れなかったんで、作れたらいいんだけど、作れませんね、とりあえず。矢がないことには。ここから、何か。槍か。焚き火、これ、これまでかな。タレントまだびっくりなくて。ペナルティを軽減か。なるほど。そういうのがあるんだ。そしたら、あ、ご飯食べないとお腹が空いてる。これはなかなか難しいよ。小麦だけじゃまずいよね。小麦取ったよね、大量に。繊維か。とりあえず何個作って。どうしよう。これ何個作れるの ?100 か。石は全然足りない。とりあえず木の山を1個作って、ポーンって建物が1個作れたらいいんですけど、なかなかそうはなんないね。どうしよう、これ。ツルハシでこの岩壊せるかと思ったら壊せないんで、ちょっとほら、耐久、画面下の今2番、耐久が減ってるの分かります？ 1 番はちょっと黄緑色がまだちょっと右の方にゲージがあるけど、2番はちょっと減ってるでしょ。耐久だと思うんで、ツルハシもね、作り変えないといけなくなっちゃう。うわ、どうしよう。この宇宙船にね、寝ることできないので、中に入れない。入ったらもう帰還するみたいに出るんですよ、ここ。でね。クリックして交流ってなったでしょ。クリック、F。そしたら、ほら。あ、なんか出てる。ああ、雨ね。これ持ち帰るやつかな？ほら、戻るしかないんですよ。この中で寝るっていうのをしたいんだけど、それはできないんで、夜とか暗くなったら、あん中いたら安全から、あ、食料不足になってる。やばい。さっきと大豆、ほぼ、あ、食べれるっぽいの？あ、食べれない。そのままじゃダメ。厳しい。コーヒー豆。ちょっとやばくないこれ。食料が。おい。食料ないかな。さっき。やっぱベリーじゃないかな。やばい、ついてるずっと食料不足って。これ食べれるやつだ。かぼちゃ。よかった。食べて。いや、これだけで終わるな、ゲームとしては、自分は。食料とかを探すだけで終わっちゃう。飛ばしますかね。本当はこの雨とかね、しのぎたいから、思ったの建物作りたいなと思ってるけど、ちょっとクラフトができないんですよね、まだ。あのね、もうあっという間に夜になっちゃいました。あと荷物が多いのと、空腹。これミッション終わって戻りた方がいいかも。お、やばい、食事が。ないんだよね、食べ物が今。やばいやばいやばい。すぐ死んじゃうからね。戻ろう。こうなったら戻るしかない。宇宙ステーションに戻る。戻ってきた。次だね。これでしょ。で、次のやつができるのかな？達成してるでしょ。新しいのにして、1個終わったから、次これができるみたい。これがまた7日、地形をスキャンするってなってる。Welcome back.でも大変だな、はっきり言って。レベルは引き継ぎみたいですね。画面左上。だから、最初のミッションでレベル上げてもいいかもしれないです。レベル10になったらいろいろ作れるって書いてあったので、今の状態じゃちょっと厳しいかもしれない。まだ作れないから。最初のマップでいろいろやり込んで、いろんなもの作れるようにして、次のミッション行った方がいいです。なんかね、空気を作るやつとか機械とかが作れたら結構楽ですね。あ、また食べ物とかあるわ。こういうもんでしょ。なんかある。The unit wants scans from 3 locations on your map. You'll be heading into uncharted territory, but that's exactly why we need the data. Think you can handle it? Well, either way, it's too late now. Good luck. 合わせる必要がある。どういうこと？どっかに立てるんだこれ。軌道上から投下される。データを取得して、スキャンして、行く場所か。移動か。OK。見して、マップ見て、行く場所を確認しないといけない。ここら辺行くってことかな。このマークが。わかんないけど多いね。あ、この、なんかマークがあるところ、どっか、これなんかな。何のマークかわかんないけど。とりあえずスキャンがあるところに今いて、どこかに行くんだろうとは思うんですけど、どっかに、時々ね、出てるんですよ、こう、線が。こう見てたら、こう、上空。それ見てそこに行ったりとかできるんだけど、まあ、ないっぽいです。とりあえず水辺が近い。石と、いつも通り食料と、ちょっと次かな。あ、ちょっと見にくい。これこっちの方がやりやすい。あ、背中に背負ってる。レーダー。なるほど。とりあえずこの採取してるところとかは、本当に特に地味なので、ここはちょっと飛ばします。とりあえず作れるやつを作ったんですよ、いろいろ。また最初から一緒ですね。ツルハシとか作って。焚き火を作っとくかな。火は、ないのかな。あ、作ったけど、あれ作ったけど、ここにはないってこと。焚き火。どうするんだろう。あるわ。これ入れた方がいいのかな。ここに出してこう。長押しで拾う。クリックして合流。焚き火起動。レシピがない。レシピとかあるんだ。ああ、わかった。いや、料理するんだ。レシピとかがないですね。燃料がない。うわ。燃料ないのね。あれだよね。硫黄だよね。あと何回だ。とりあえずここに置いた。宇宙船の近くに焚き火。じゃあ、うわ。いろんなものまた最初から集めないといけない。大変だ、これ。石もいるし、木もいるし、あとスキャンしないといけないし、水はね、大丈夫だと思うんですよ。ここに水辺が近くにあるから大丈夫。で、食べ物はさっき拾ったし、酸素は青い石拾ったんで大丈夫。食べ物がなくなるかもしんない。だから、狩りしないといけないんでしょうね、将来。あ、かぼちゃがあった。これありがたい。これ1回で20ぐらい回復してましたから。あれ、酸素ですね。もうちょっと青っぽいし。これが酸素です。大きさですね。これし、CO2ですね。これもいる。酸素不足になっちゃうから、酸欠で死んじゃいますね。いや、でも、8ですよ、1人で。これでもね、8人までできるらしいんですね、ゲーム。まあ、自分が例えばこうやって、素材集めたら誰かがクラフトしてとかね。そういうのいろいろ、なんか今いなかった。気のせいか。怖いわ。みたいですね。自分が素材集めするから、他の人は代わりにクラフトするとかね。8人でいろいろやるらしいんですよ。本来は。おいおいおい！来てたわ。なんかおかしいと思ったんだよ、さっき。ちょっと待って。どこ行った？狼野郎。これ。来た来た来た。いやー。おりゃ、おりゃ、はまってるぞ。これ抜くにできないの。あ、ナイフがないわ。ナイフ。恐ろしい。ナイフね。あ、作ってる。OK。4番。うん。あるし。返しちゃってる。あ、できた。全部。これもいいかな。とりあえず使えそうなやつ全部回収。これになっちゃった。料理ができるんじゃないかな。危ない。いや、なんか、通ったような気がしたもん、さっき。料理しようかと思ったんですけど、よくよく考えたら、火を、焚き火は作ったんだけど、硫黄が、またアイテムがゼロからなんで、硫黄がないよね。火がつかないんだよ。この札とか後々なんかおすすめなんだけど。って何武器か。食事は一緒とか。酸素はこの青い石ですね、オキサイド。まあ、しょうがないから、水は、ここで飲むしかない。でこれでも、下手したらお腹壊す可能性が高い。でも、魚泳いでるからな。大丈夫と思うんだけど、普通に考えて、どうでしょう。なんかね、表示されます。もしなんか当たってたら。体のマークの下のところとかになんか出てくる。うん。なんか赤いマークで、なんかね、病気になってるみたいなのが表示されますね。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回はもうちょっと素材集めて、ちょっとこの通りスキャン、ね、しないといけないらしい。3箇所。多分さっきのマップで見た、ここじゃないかな。こういうところだと思うんですけどね。3箇所。ちょうどあるんで。続きやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。